どうも、ギラです。今回はコンバージョンという銃を作ってみました。今回は初めてレゴ銃と輪の投稿です。一旦ストック取りますね。ストックは別つけてます。こういう感じで簡単に切る。こういう感じでですかね。で、ここ一応こういう感じで取って、弾込めするための装填部分ですね。これはここについてます。これがレゴ本体です。コンバージョンの本体はダイソーのソフトガンです。いわゆるダイソーナイフと言われているやつです。これな感じですかね。これをここに頭に合わせてこう入れて、こういう感じですかね。で、ここを弾入れた後にこう蓋していくという感じですかね。で、この小型ライトを使い、こういう感じですかね。こう照らした状態でここに入れて蓋を閉じます。そうするとこんな感じですかね。で、出すときは一回ここを出して、こうすると回して消すことができます。簡単にストックを紹介します。一応ハリボテです。超簡単に説明しました。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。